おい美咲、いつになったらご飯を作りに来るんだ。もう夜7時を過ぎているぞ。え、昨日から父さんと母さんは温泉旅行に出かけているんだ。だから俺の飯を作ってくれる人がいないんだよ。それで私にご飯を作りに来いって？実家暮らしでもない私がわざわざお兄ちゃんのご飯を作るために帰ってこいって？そうだ、ご飯を作ったりするのは女の仕事だからな。ふざけんじゃないわよ。自分で作るか、それが嫌ならコンビニでも出かけたら？お前の方がふざけるな。ご飯くらい簡単にパパッと作れるだろ。実家の冷蔵庫には大量に食材もあるからな。ついでにお前も食べていけば食費も助かるだろ。浮いた食費より交通費の方が高くつくんだけど。私の家から実家までタクシーで1時間なのに。うるさい、いいから黙って作りに来い。それともまさかお前ご飯すら簡単に作れないのか？だとしたら女失格だな。はぁ？簡単な料理もできないんじゃ結婚なんかできないぞ。そんなんだからいつまで経っても独身なんだ。彼氏もいたことがないし、恥ずかしい妹め。お兄ちゃんにだけは言われたくない。お兄ちゃんだって独身のくせに、今まで彼女の一人だっていたこともないじゃん。男はいいんだよ、彼女なんていない方がむしろ好印象。女遊びもしない誠実な男性の方がモテるからな。はぁ？でも女の場合は違うよな。彼氏が一人もいたことがない女は魅力不足の欠陥品。経験も何もない独身女は苦労するぞ。よくそんなひどいことを言うわね。完全に自分のことを棚にあげて。いいからお前は早くご飯を作りに来い。そうだ、ちょっとした花嫁修行だと思えばいいじゃないか。この俺様がお前の料理を判定してやるよ。そんな判定いらないわよ。それに私はまだ仕事中なの。自分のご飯くらい自分で用意してよね。嘘だろお前、こんな時間まで働いているのか。ブラック企業勤めの女なんて余計に結婚が遅れるぞ。余計なお世話です。それに普段はちゃんと定時で上がっているわよ。今日はたまたま取引先のパーティーに呼ばれているのよ。パーティーだと？取引先が新事業としてレストランをオープンしてね、プレオープンも兼ねたパーティーに招待してもらったのよ。どうやら三つ星シェフを引き抜いたらしくて、料理は美味しいし最高のパーティーだわ。なんでお前ごときは取引先のパーティーに呼ばれるんだよ。そういうのは平社員の仕事じゃないだろ。あれ、お母さんから聞いてないの？私部長に昇進したの。なんだと？仕事が楽しくて止まらなくてさ、いつの間にか部長にまでなっちゃった。だからこうして会社の代表としてパーティーにも呼ばれるのよ。調子に乗るなよ。ちょっと兄より出世したくらいで女ごときは浮かれてんじゃねえよ。別に調子になんて乗ってないわよ。いいか、女が仕事できても結局は結婚して家庭に入るのがオチ。お前の仕事への努力は全部無駄になるんだからな。仕事が楽しいとか言ってる間にお前はどんどん売れ残っていくんだ。いい加減現実を見ろ。現実見るのはお兄ちゃんでしょ。そうやっていつも女ってだけで見下して何様のつもりなの？なんだと？私はお母さんからお兄ちゃんのことを聞いてるよ。ついに会社から謹慎処分を出されたんだってね。今度入ってきた女上司が気に入らないからってかなり失礼な態度をとっているらしいじゃない。失礼な態度をとってるのは向こうの方だ。女ごときが俺に生意気に俺の仕事に口出しするんだ。上司なんだから当然でしょ。それなのに逆ギレで猛言連発。いい加減女性蔑視のその態度改めなよ。うるさい、妹の分際で俺に説教なんてしてんじゃねえぞ。いいか、俺は何も悪くないんだ。俺の本当の価値がわからない会社と女上司が全部悪いんだよ。またそんなこと言って。だってそうだろ、女は男に頼らなきゃ生きていけないんだから。どれだけ仕事ができようが高学歴だろうが男を敬うべき。なのに俺が謹慎処分なんておかしいんだ。現実見るのは会社はお前たちの方だ。呆れて何も言えないわ。私そろそろパーティーに戻るね。言い返せないからって逃げるのか。これだから女は卑怯で弱いんだ。少しは自分たちの無駄っぷりを認めろ女どもめ。久しぶり美咲。最近はどう？仕事であんまり無理してない？元気にしているよお母さん。それよりもどうしたの？お母さんから連絡してくるなんて珍しいじゃん。実はちょっとお兄ちゃんのことで相談があったのよ。え、お兄ちゃんのことで？実はそのお兄ちゃんに彼女ができたみたいなの。え？
ついにあのお兄ちゃんに。それはすっごくおめでたいことじゃない。そうよね、本当はすごくおめでたいことなのよ。できればお母さんも素直に喜んであげたいの。でももう結婚の話まで出ているのよ。え、そうなの？スピード婚っていうのかしら。おめでたいことだけど親としては心配でね。あといって根掘り葉掘り聞くのも難しくて。悪いけど美咲から詳しく話を聞いてもらえないかしら。同居でしかも両親からは聞きづらいことってあるよね。わかった、お兄ちゃんからいろいろ聞き出してみるよ。聞いて驚け我が妹よ、ついにお兄様結婚することにしたぞ。おめでとうお兄ちゃん。ちょうどお母さんから聞いたところだったのよ。まったく母さんには困ったものだな。長男の結婚が嬉しいからってすぐに伝えるんだから。このままだと今日中に町中へ広まっていそうだな。これからは外に出るたびに祝福されそうだぜ。そういうわけじゃないんだけどな。むしろお母さんはお兄ちゃんたちのことを心配していたよ。なんだって？彼女さんとは付き合ってまだ日が浅いらしいじゃない。それなのに結婚の話も出ているから心配しているみたいなの。母さんは価値観が古くて困るな。スピード婚なんて最近は普通だろ。ちなみに付き合ってどれぐらいなの？半年？それとも付き合って3ヶ月とか？いや、付き合って3日だ。何ですって？それはもうスピード婚ってより音速婚じゃない。展開が早いのは自覚しているよ。でも俺は最初から結婚前提で付き合っている。彼女も俺と結婚したいって言ってくれてるし何も問題はないだろ。それは素敵なことだけど、さすがに早すぎじゃない？もうちょっと時間かけてお互いを知ってからの結婚でもいいと思うな。それじゃ遅いんだよ。そんなことしてる間に子供が生まれるじゃねえか。え？子供ってまさか。ああ、実は彼女は俺の子供を妊娠しているんだ。だから責任を取って結婚するんだ。え？妊娠ってそんなの嘘でしょ？だって付き合って3日なんだよね。彼女は運命の相手ってやつなのかな。こんなすぐに妊娠なんて俺たちが赤い糸で結ばれている証拠だ。いやいや、普通にありえないでしょ。妊娠はたった3日で分かるものじゃないし。なんだよその反応は。まさか俺の彼女は嘘をついてるっていうのか。ちなみに彼女さんとはどこで出会ったの？会社近くの駅で出会ったんだ。体調不良でうずくまっていたところ俺が声をかけてやってな、気分が落ち着くまでそばにいてあげたんだよ。それで後日お礼をしたいからって連絡先を交換して、翌日すぐにお茶して付き合うことになったんだ。ドラマみたいな出会い方だね。そしてすぐに妊娠か。彼女はちゃんと俺の価値を分かってる素晴らしい女性だ。その証拠にすぐに俺の子供を妊娠してくれた。付き合って3日で妊娠してくれたんだから結婚しないとな。早速今日にでも婚姻届を出してくるぜ。本当に大丈夫？嫉妬するなよ。これで独身なのは家族でお前だけ。置いていかれて寂しいのはわかるが、独身女の嫉妬は見苦しいぞ。はあ？私は純粋にお兄ちゃんを心配しているだけよ。恋人もいたことない、妊娠したこともないお前の心配は無用だ。お前なんかに何を言われても説得力ないんだよ。人の結婚に嫉妬している暇があるなら男の主義でも追いかけてこい。この浮かれ野郎が。心配してあげてる私がバカみたいだわ。もう結婚でも何でもお好きにどうぞ。ただし後でどうなっても知らないからね。おいおい、また逃げるのか。相変わらずダサい女だなお前は。何ですって？そんなかわいそうな妹の分も俺たちが幸せになってやるよ。両親もきっとかわいい初孫に大喜びだ。早速入籍して妊娠報告してやるぜ。おい、美咲、俺ってどうしたらいいんだ？生まれてきた俺の子供が金髪なんだが。何ですって？俺は黒髪だし、純日本人だし、彼女も日本人で黒髪なのに、なんで金髪の赤ちゃんが生まれてくるんだ？これってあれか？突然変異ってやつなのか？そんな突然変異は聞いたことがないわね。じゃあこれってどういうことなんだよ？なんで俺の赤ちゃんが金髪なんだ？はあ、真っ先に疑うのは企んだよね。早めに DNA 検査した方がいいんじゃないかな。なんだって？ああ、心配していた通りになったか。でもどうなっても知らないって私は言ったからね。大変だろうけど頑張ってお兄ちゃん。おい、ふざけんな。心配していた通りってどういうことだよ。お前は企みに気づいていたのか。普通に考えて気づくでしょ。3日で妊娠に気づくなんて絶対にありえないもん。
妊娠って1ヶ月くらいしないとわからないはずだよね。そうなのか。なのに付き合って3日で妊娠したなんておかしすぎるでしょ。そう思っていたならなんで教えてくれなかったんだよ。教えなくても分かれよ。いくら女性経験がなくてもこれくらい常識でしょ。え、それに私だって心配したし教えようとしたわよ。でもお兄ちゃんは結婚に浮かれて私をバカにしてばかりだから教える気がなくなっちゃったんだよね。そんな桜には同情するけど助けたいとは思えない。というわけでお嫁さんと二人で話し合い頑張ってね。お母さん、お兄ちゃんからの出産報告ってもう聞いた？まだ聞いていないわ。今週予定日だって聞いていたけど、もう生まれたのね。でもすごく大切なお知らせがあるんだよ。実は生まれてきた子供が金髪だったんだって。そう、全部察したわ。お兄ちゃんは何て言っているの？私がタクラに気づいていたって言ったら逆ギレしてたよ。なんで教えてくれなかったんだって。多分これからお母さんたちにも連絡が来て泣きついてくるんじゃないかな。教えてくれてありがとう、美咲。それじゃあ先手打ってまずは家の鍵を変えようかしら。それとラインもブロックしておこうか。え、お母さんたちもお兄ちゃんを見捨てるの？だってあの子の自業自得だもの。お母さんたちも何度も結婚には反対していたの。でも浮かれて私たちの話は何も聞いてくれないし。そうだったんだ。そしたらお父さんが提案してくれたの。これは強しを家から追い出す絶好の機会だ。この際結婚を機に強しには実家から出て行ってもらおうってね。お母さんたち、お兄ちゃんを家から追い出したかったの？あの子の女性を見下す態度には私たちもうんざりしていたのよ。お母さんのこともバカにするし、そのくせ家事は丸投げ。お父さんが注意しても全然治らないし、だから思い切って結婚を応援することにして追い出したのよ。お母さんたちも我慢の限界だったんだね。ようやく追い出したあの子を戻ってこさせるつもりはないわ。だから教えてくれてありがとうね。子供のことはかわいそうだけど、周りの声に耳を貸さなかったあの子も悪いの。やっぱり自業自得ということで自分で何とかしてもらうわ。どうなってるんだ、美咲。実家に戻ろうとしたら鍵は変わっていて家には入らない。両親に連絡しても全然家に入れてくれないし、警告はした。自分の人生は自分で何とかしろって俺のことを助けようとしてくれないんだ。助けたいと思えない息子なんだから仕方がないじゃん。実家に逃げようとするのはもう諦めな。ふざけんな。じゃあ俺にこのまま偽物の父親になれって言うのかよ。あの金髪のガキを可愛がれって言うのかよ。そんなの私たちは知らないよ。受け入れるなり離婚するなりお兄ちゃんの自由だから、奥さんのことが許せないなら慰謝料請求でもしてみたら。そんなことしてもあいつに払える金があるわけないだろ。貯金なんてほとんどないって開き直ってるんだぞ。訴えても弁護士費用で赤字になるだけだって笑われたんだぞ。さすがタクランしただけあってずぶとくてたくましい人だわ。もはや強欲ゴリラ女ね。まさかこんなに最低な女だったと思わなかった。問い詰めたら最初からたくらんするつもりで俺に近づいたって。あの日駅でうずくまっていたのは子供の父親に捨てられたかららしいんだ。ハーフのホスト野郎と付き合っていたらしくて、妊娠を伝えたら捨てられて、それで悲しくなってうずくまっていたんだ。ハーフのホストか。じゃあ金髪はその人の遺伝かな。そんな時に俺に話しかけられて、俺会社帰りだったから車掌をスーツにつけていてさ、それで俺を父親にすることに決めたらしいんだ。大企業勤めでしかもチョロそうだから父親に最適だって。会社から出る時は車掌を外すのは常識でしょ。うるさい。その車掌に釣られていい女が声をかけてくるかもしれないだろ。車掌はバナナじゃねえんだよ。だからタクランゴミラが寄ってきたんでしょ。まさかこんなことになるなんて。もう生まれたし戸籍上は俺の子供。ここから裁判になると結構面倒らしくてさ、黙って受け入れろ。お前みたいな底辺男は私以外に結婚できないぞって。否定できないのが悲しいわ。妹なら否定してくれよ。まさか俺に全部受け入れろって言うつもりか。それが嫌なら離婚しかないわ。
どんなに面倒でも手続きとか裁判を頑張って。でもそれも困るんだよ。会社にも友達にも散々結婚と妊娠を自慢してきたのに、それが企んで離婚なんて絶対にバカにされるだろ。じゃあどうしたいのよ。めんどくさいわね。俺だってもう頭真っ白でわかんねえよ。だからもういっそお前が何とかしろ。兄が困ってる時には妹が助けるのが当然だ。はあ、あれだけ私のことをバカにしておいて助けてもらえると思ってるんだ。常日頃から女を見下して嘲笑っていたくせに、そんな自分を助けてもらえると思ってるんだ。それはお兄ちゃんよく言っていたよね。女は男に頼らなきゃ生きていけないって。奥さんはまさにその通りの人じゃない。出産したばかりで彼女はお兄ちゃんを頼らないと生きていけないの。だったらおたくらしく助けてあげたら。そんな先に言っとくけど、私はおばとしてその子供を可愛がるつもりないから。多分両親も初孫とは思わないし可愛がらないと思う。でも生まれてきた子供には罪はないし、お兄ちゃんが全力でその子を愛してあげたよね。嘘だろ、こんな俺に似てない金髪の子供を。それじゃ私は今日も仕事が忙しいの。会ったこともないけど、タクランゴリラ嫁によろしく伝えておいて。その後散々悩んだ兄は奥さんとの離婚を決意したそうです。しかしそれと同時にまたも女叩きの悪癖が再開。会社内でもタクランなんて最低だ、女は男に迷惑をかけるしか能のない底辺だなどと愚痴りまくり、ついに上司から底辺はお前だ、一部のアホな女に引っかかった無知でバカな男め、自分の無能っぷりを私たち女のせいにするなと雷が落ち、日頃の言動に他の社員からも苦情が出ているということで、地方の小さな部署に左遷になってしまったそうです。そして大企業勤めだけど平社員だし、左遷とかマジで無理、養育費も期待できない男はいらないわとあっさり離婚届を出されてしまい、そのままタクラン嫁とは音信不通。結局一人寂しく地方に引っ越し、静かに暮らしていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。